俳優の日野翔平さんが11月14日に亡くなったことが分かった。75歳だった。所属事務所によると日野さんは4月から持病の腰痛の治療に励んでいたが、夏に腰を骨折したのを機に体調を崩したという。最後まで仕事復帰を願っておりましたが叶いませんでした。自宅で家族に見守られ穏やかな最後でしたとしている。葬儀は家族葬にて済ませたということだ。日野さんは1949年生まれ、1961年に劇団、コマドリに入団すると、子役として1962年にフジテレビのドラマ、少年探偵団などに出演した。1973年に NHK の大河ドラマ、国盗り物語に豊臣秀吉役で出演するとブレイクし、1974年には、俺の血は他人の血に主演して映画デビューを果たした。時代劇でも、必殺シリーズや、長七郎江戸日記に出演したほか、NHK 連続テレビ小説、芋たこ南京や2時間ドラマ、混浴露天風呂連続殺人シリーズなど、テレビ、映画に多数出演した。また歌手としても活動し、2023年1月には、14年ぶりとなる新曲を発表。全国5カ所でツアーを開催すると発表した会見では、かつて芸能界きってのプレイボーイと言われ、プレイボーイの代名詞として、日野翔平の名が使われていることについて、いろいろいたね、ジャイアンツにもいたよ。若い俳優からは、僕は静岡の三島の中学の日野翔平と呼ばれていましたと言われたことがあるよとユーモアたっぷりに語っていた。2011年から NHKBS プレミアムの日本全国を自転車で回る旅番組に出演していたが、2024年4月に持病の腰痛悪化を理由に春の旅を中止していたが、所属事務所は9月に、4月より腰痛が悪化して治療を続けておりましたが、この度腰部に圧迫骨折を起こしてしまい、引き続き治療が必要になりましたとして、一日も早く回復するよう治療を続けてまいりますと発表していた。所属事務所の発表は以下の通り、訃報。弊社所属俳優日野翔平が令和6年11月14日享年75にて逝去いたしました。4月より持病である腰痛の治療に励んでおりましたが、夏の腰部骨折を機に体調を崩し、最後まで仕事復帰を願っておりましたが叶いませんでした。自宅で家族に見守られ穏やかな最後でした。生前のご厚誼に深く感謝するとともに、葬儀は家族葬にて済ませましたこと謹んでお知らせ申し上げます。長らくこのお仕事に携わり、関係の皆様には大変お世話になりました。重ねて御礼申し上げます。応援してくださった皆様にも真から感謝申し上げます。この訃報にて弊社とご家族からのお知らせとさせていただき、どうか静かに見送らせてください。青年期には必殺シリーズ等でプロデューサーを務めていた中川利休宅に居候していたことがあり、中川は日野の結婚式で仲人を務めた。何かとワイドショーを騒がせていた頃、山崎堂を中心に当時新必殺仕置き人の撮影後にスケジュールを合わせて日野尾宮に連れて行き、日野翔平を更生させる会と称した飲み会を開いていたという。しかし、日野によると会の名前だけが一人歩きしたもので、説教されたことは一度もなく、むしろ酒癖が悪く喧嘩をする山崎や中村勝男らを日野が仲裁していたという。また当時、山崎とは野球を共にする仲であった。幼少期から継続して犬を飼っており、彼女がいない時期はあっても、犬がいない時期はありませんでしたというほどの愛犬家で、最多で同時に9頭、2023年現在でもニューファンドランドに頭を含む3頭を飼育している。日本縦断こころ旅の放送が10年間続いているが、日野は特に趣味が自転車というわけではなく、オファーがあった時は、俺でええの、と戸惑ったという。私生活では1971年、同棲生活をしていた一般女性と結婚、一男一女を設けるも1972年別居を経て離婚。ただし、離婚届を出せずに戸籍上は40年以上婚姻関係が続いていることが2016年に判明。1970年代には有名女優らと数々の浮き名を流して当時のワイドショーを賑わせたが、1982年には同棲をしていた一般女性、大鳥蘭の元マネージャー、と事実婚の状態となり、この女性との間に2人の女の子が生まれて認知している。東京で生まれ、中学高校時代に大阪在住、12歳の頃から、劇団コマドリに所属、1962年にフジテレビの少年探偵団でデビュー、1966年、ワンパクトリで、に出演しファンレターが1日に山のように届くほどの人気を集めたが、人気はすぐになくなり、この世界の厳しさを知ったという。また、制作会社の社長から、視聴率がアップしたらギャラを上げてやると約束されたが、実際には番組が好調で視聴率が上がれどギャラが一向に上がらないことに起こり、社長に直談判したが、逆に嫌味を言われてその社長を追い回した。同年には佐伯幸三監督、加山雄三主演映画、どこへで映画初出演を果たした。1971年から、俺は男だ、刑事君などの早く、太陽に吠えろなどにゲストで出演した。1973年、1965年度の NHK の大河ドラマ、
対抗期で大型犬がブレイクしたことで、第二の大型を作るべく NHK の指示で改名、池波正太郎が名付け親となり、日のように力強く、から日の池波正太郎の、姓から正平、日の正平として大河ドラマ、国取物語に橋場秀吉役で出演、当たり役となり人気を集めた、同じ事務所の近藤正臣が、国取物語で明智光秀を演じることが決まり、猿、秀吉のあだ名ならうちの事務所にもいますよ、と事務所の人間が NHK の関係者に紹介して出演が決まった。1974年、増田俊雄の監督作品映画、俺の血は他人の血で8年ぶりとなる映画出演、初主演を果たした。また同年、日本テレビで放送された、傷だらけの天使では、水谷豊が演じた菅晃役でほぼ出演が決まっていたが、スケジュールの都合で出演できなかった。1977年、新必殺仕置き人、1980年、服部半蔵影の軍団、1983年からの、長七郎江戸日記など、多くの時代劇や映画、2時間ドラマに出演した。2011年からは日本全国を自転車で巡る NHKBS プレミアム、日本縦断心旅で旅人を務め、その姿が中高年を中心に人気を集めている。2012年、ハリウッド映画、終戦のエンペラーで東条英機を演じ、2018年に地中合作映画、空海、九海、美しき王妃の謎に出演するなど海外作品でも活躍している。2019年、釣りバカ日誌、新米社員浜崎伝助、瀬戸内海で大漁、結婚式大パニック編にゲスト出演、以前から似ていると評判になり、隠し子説が囁かれることもあった浜田岳と初共演した。2021年、映画、罪の声で第30回日本映画批評家大賞受賞式でゴールデングローリー賞を受賞した。2023年3月、約14年ぶりとなる新曲、アカンタレを発売、また初となる全国5カ所でのライブツアー、日野正平ライブツアー2023。を開催することが発表された。2024年春、日本縦断心旅春の旅ロケを鹿児島県から開始したが、翌週放送される予定だった熊本県でのロケは延期となり、前年秋放送分の再放送に差し替えとなっていた。同年4月30日、番組公式ホームページで、持病の腰痛悪化を理由として春の旅を中止することが発表された。しかしその後、夏に腰を骨折したことを機に体調を崩し、仕事に復帰することはできず、同年11月14日、死去した。75歳没。訃報は同月20日、所属事務所より公表された。テレビドラマや映画で個性的な役を演じ、自転車での旅番組でも親しまれた俳優の日野正平さんが14日、死去した。75歳だった。東京都出身、所属事務所が20日発表した。葬儀は近親者で済ませた。日野さんは子役としてデビュー後、1973年の NHK 大河ドラマ、国取物語の橋場秀吉役で人気を集めた。その後、新必殺仕置き人、など多くの時代劇や NHK 連続テレビ小説、妹子南京などに出演、俺の血は他人の血、終戦のエンペラーなどの映画でも活躍した。2023年公開の宮崎駿監督のアニメ映画、君たちはどう生きるかでは、王子の声を演じた。また、自転車に乗って全国各地を旅する NHK の BS 番組、日本縦断心旅20年以上にわたって出演し、気さくな人柄で親しまれた。所属事務所によると、日野さんは4月から持病の腰痛の治療を行っていたが、夏に腰部を骨折したことで体調を崩したという。所属事務所は日野さんについて、最後まで仕事復帰を願っておりましたが叶いませんでした。自宅で家族に見守られ穏やかな最後でした。長らくこのお仕事に携わり関係の皆様には大変お世話になりました。応援してくださった皆様にも心から感謝申し上げます、などとコメントしています。